山朗読金井ゆかり山ばと孫一冬の寒い日でした孫の馬吉が町から大根をたくさん馬につけて三里先の自分の村まで帰っていきました町を出たのは まだ明るい昼中でしたが、日の短い冬のことですから、まだ半分も来ないうちに日が暮れかけてきました。村へ入るまでには山を一つ越さなければなりません。ちょうどその山にかかった時に日が落ちて、夕方の冷たい風がざわざわ吹いてきました。馬吉は、 なんだかぞくぞくしてきましたがしかたがないので心の中に観音様を祈りながら一生懸命馬を追っていきますとちょうど山の途中まで来かけた時後ろから「馬吉馬吉」と出し抜けに呼ぶものがありましたその声を聞くと馬吉は 襟元かからら水をかけられたようにゾッとしましまなんでもこの山には山んばが住んでいるという言い伝えが昔から誰伝えるとなく伝わっていました馬吉もさっきからふいとなんだかこんな日に山んばが出るのではないかと思っていた矢先でしたからもう呼ばれて振り返る勇気はありません。 何でも返事をしないに限ると思って黙ってスタスタ馬を引いていきましたところがどういうものだか気ばかり焦って馬も自分も思うように進みません五六軒行くとまた後ろから「馬吉馬吉」馬吉と呼ぶ声が聞こえました しかも千よりはずっと声が近くなりました。馬吉は思わず耳を押さえて目をつぶって黙って二足三足行きかけますと今度は耳の旗で馬吉馬吉と呼ばれました。その声があんまり大きかったので馬吉はハッとして思わずはい ととといいながらひょしろを振り向くと驚きました。もう一見と隔たっていない後ろにネズミ色のボロボロの着物を着て痩せっこけて嫌な顔をしたおばあさんがすっとそこに立っているのですそして馬吉の顔を見るとニタニタと笑って痩せたいやらしい手でおいでおいでをしました 馬吉は「あっ」と言ったなりそこに立ちすくんでしまいましたするとおばあさんはズンズンそばへ寄ってきて「馬吉馬吉大根をおくれ」と言いました馬吉が黙って大根を一本抜いて渡しますとおばあさんは耳まで裂けているかと思うような 大きな真っ赤な口を開いて大根をモリモリ食べ始めましたモリモリかむたんびに赤い髪の毛が一本一本さかだちをしました言うまでもなくそれはやまんばでしたやまんばはみるみる一本の大根を食べてしまってまた「もう一本」と手を出しました それから2本3本4本ともらっては食べもらっては食べとうとう馬の背中に乗せた100本余りの大根を残らず食べてしまうともうとっぷり日が暮れてしまいましたありったけの大根を残らずやってしまったので馬吉は後をも見ずに馬の口をぐいぐい引っ張って駆け出していこうとしました一生懸命駆け出して、 やっと一丁も逃げたと思うころ山婆は大根を残らず食べてしまってまたどんどん追っかけてきました間もなく追いつくと今度は「馬の足を一本」と言いましたもう馬吉は生きている空はありません仕方がないのでこれもブルブル震えている馬を山婆に預けたまま絡みになってどんどん どどんどん駆け出しましまたするとどうしたものか気がせくのと道が暗いので余計慌ててどこかで道を間違えたものと見えていくらかけてもかけても里の方へは下りられません。行けば行くほど山が深くなってもうどこをどう歩いているのかまるで知らない山の中の道を心細く辿っていくばかりでした。 うととうう山が尽きて谷のようなところへ出ましたひょいと見るとそこに一軒うちらしいものの形が嫁にもぼんやり見えました何でもいいとにかく入って訳を話して今夜は頼んで止めてもらおうと思って家の前まで来るとすぐトントンとたたきましたでも中はしんと静まり返って 明かり一つ漏れてきません。ぐずぐずしているうちにやまんばが追っかけてきてみつけられてはたいへんだと思ってうまきちはかまわずとをあけてなかへはいりましたはいってみるとなかはとしょうじもろくろくないみぎをむいてもひだりをむいてもくものすだらけのひどいあばらやでしたなるほど。 これではいくら叩いても返事をしないはずだ。人の住んでいないうちなのだ。それでも仕方がない。今夜はそっとここに隠れて、夜の明けるのを待つこと。